モトローナチャプリームシカの画像。モトローナチャプリームシカは、ウクライナ貴族、ウクライナコサックのヘチマンであったボフダンフメリニツキーの第二番目の妻。洗礼名はオレーナ。大草原のヘレネーと呼ばれた。ブラツラウ県出身の政教を信ずる貴族の家に生まれた。幼い頃に両親を亡くした彼女は、チヒルインのウクライナコサックのフメリニツキー家に雇われ、保護を受けた。 モトローナは当主であった母普ン・フメリニツキーの妻ハンナ、ソムキウナと6人の子供の面倒を見ながら育った。モトローナが養子短麗であったので、ハンナは病死すると結婚せずにフメリニツキーの恋人となった。1647年、フメリニツキーと領土争いを繰り返していた、チヒルイン町の副長官、ダニエル・チャプリンスキーは、フメリニツキーの留守を狙ってその館を襲い、 三男を殴り殺して、モトローナを奪った。さらに、昔から欲しかったモトローナを強引に自分と結婚させ、副長官の権限と、当時のウクライナを支配していた、ポーランドの大貴族との関係を利用して、フメリニツキーを牢屋に閉じ込めた。しかし、モトローナの年頃の願いに応えた、ジャプリンスキーはしばらく、フメリニツキーを自由にしたが、フメリニツキーはその暇に、 反政府の勢力の中心であったザポロージャコサックの要塞に走り、コサックの軍を集めて1648年のフメリニツキーの乱を起こした。乱中にフメリニツキーが率いるコサックは政府の軍勢を任し、モトローナが住んでいたチヒルイーンを占領した。副長官チャプリンスキーは妻を逃げ捨ててポーランドに向かったが、フメリニツキーはモトローナと再会して公式に、 聖教会堂で結婚式を挙げた。しかしながら、ジャプリンスキーが存命中であったので、その結婚式はキリスト教の法典に違反していて、フメリニツキーの親族と側近が反発した。そこで、フメリニツキーは問題を解決するために、1649年に、キエフにしばらく滞在していたエルサレム総主教のパシー一世に、 その結婚の正当性を認定してもらった。モトローナは、フメリニツキーの愛妻であったにもかかわらず、コサックの長老とフメリニツキーの着男、ティーミシュに嫌われ、貴族人目と侮辱的に呼ばれていた。結局、彼らの遺婚は彼女を殺害するに至ったのである。1651年、フメリニツキーが出兵の間、チヒルインにあったコサックの軍金の部分が盗まれ、 その事件の調査するために、ティーミッシュが任命された。ティーミッシュの調べによって、モトローナと彼女の愛人とみなされた、軍勤運営役人が犯人であると判断された。二人は裸にされ、お互いに、縄で縛られたまま、公主刑にされた。伝えによれば、愛妻の死の知らせを受けたフメリニツキーは、大いに悲しみ、大事なベレステーチュコの戦いで惨敗を喫したと、言われる。 ありがとうございます。